どうも、皆さんこんにちは。こんばんは。なつです。今回は7月10日に、まずは PC 版の早期アクセスとしてリリースされた Once Human。どんなゲームなのか、そして序盤の進め方についてざっくりご紹介していきます。Once Human は基本プレイ無料のマルチプレイオープンワールドサバイバルゲームになってます。対応プラットフォームは PC、iOS、Android なんですが、今回早期アクセスとしてリリースされたのは PC 版になります。 iOS 版と Android 版はもう少し先になるかと思いますのでご注意ください。本作は異形の生物スターダストに侵食されて周辺の環境や生物が変異した週末世界が舞台のマルチプレイオープンワールドサバイバルゲームです。かなりいろんな要素が詰め込まれたゲームになっていて、まずはやっぱりストーリー体験、そしてオープンワールドの探索、トレハン要素やサバイバルならではのクラフト要素、他にも育成要素や建築要素、コレクション要素なども含まれています。 やっぱり特徴としては MMO の要素が組み合わさったゲームになるので、マルチプレイの規模もでかくて、4000人のプレイヤーで同時にオンラインプレイが可能です。で、規模っていうところで言うと、オープンワールドもかなり広大で、これ伝わるかなまだ一部しか探索できてないんですが、マップを開くとこんな感じになってます。どうやら広さは256平方キロメートルになってるようです。で、その中に大きな5つのエリアがあって、100以上の探索可能な拠点があります。 まあそんな感じでいろんな要素が詰まっていてオープンワールドの規模も大きくて自由度も高いゲームなのでゲーム開始後まずは何をしていけばいいのか基本的な序盤の進め方をご紹介していきますまずチュートリアルからの流れでオープンワールド上に自分の拠点を作る感じになると思いますある程度好きな場所に拠点を作れるんですが最初からできるだけ作りやすいように極力平らな場所を探すのがおすすめです で、続いて、スターダストの旅っていうのがメインクエ系統になるんですが、基本的にはとりあえずメインクエを中心に進めていけば問題ないと思います。というのもメインクエを進めていけば経験値も入りますし、どんどん新しい地域にも行くので、自然と最初の方の地域では手に入らなかった素材が手に入るようになったりもします。 で、メインクエが推奨レベルの関係とか装備の関係でちょっと厳しいってなり始めたら各地にワールドクエストっていういわゆるサブクエがいっぱいあるのでそういうタイミングでサブクエをやっていくっていうのが比較的効率いいのかなと思ってますで、次なんですがメインクエストを進めつついろんなところに行ってると道中でなんて言うんですかねこの街というか探索できる拠点みたいなのをよく見かけると思います こういったところはワールド中にいっぱいあるんですが見かけたら探索していくのがおすすめです。こういった探索拠点にはこんな感じでクエスト目標が設定されてていろんな拠点で目標を達成していくことで結構アイテムがもらえます。装備とか設計図も手に入ったりするのでぜひやってみてください。同時に重要になるのがこの青いアイコン。これもいろんなところにあるんですがテレポートタワーといっていわゆるファストトラベル地点になります。 メインクエとかをやりながらマップを確認して近くにあった場合は、後々2回目以降にその付近に行くときに移動がかなり便利になるので開放しておくようにしてください。ちなみに探索してるときにこういったジャンク品いっぱい見かけると思うんですけど、解体したときに手に入る素材結構使うので、いっぱい落ちてるジャンク品もできるだけ回収するのがおすすめです。はい、続いてはこちら、ミーム。 これはサイファーっていうスキルポイントのようなものを使って、例えばクラフトのレシピみたいなものとか、いろんなものを解放できるようになる要素です。 ここでいろいろ開放していくことで自分の拠点にいろんな設備を設置することができるようになったり、クラフトできるものが増えたり、かなり快適になる要素が詰まってたりもするので、メインクエとか探索を進めてレベルアップしたりするとサイファーが手に入るので、ポイントがあるときは積極的に開放していきましょう。拠点の設備が増えてくると、クラフトできるものも増えますし、快適さも増すので、かなり重要です。 設備によっては雨水溜めれるようになるものとかもあったりしますし、浄水器とかポンプとかそういったいろんなものを組み合わせて汚染されてない綺麗な水の入手をほぼ自動化することもできるっぽいので、頑張っていろいろ開放して設備を設置していくことで多分想像以上に快適になります。ちなみに保管箱とかは早めに設置しておいてそっちに荷物を移しておくとバッグの重量問題が気にならなくなります。 鉱石系とか、ジャンク品の解体で出た素材とか、結構かさばるんでご注意ください。で、とりあえずの目標としては、まずここ。レベルが上がっていくと解放されていくものになるんですが、ミーム専門スキルっていうのをつけれるようになります。あともう一つ、こちら、クレイドル。 これもレベルが上がっていくと自分に特性をつけれるものになるんですが、火力を上げるような特性があったり、さっきのミーム専門スキルの方だと、クラフトの効率を上げれるようなものもあったりするので、かなり恩恵がでかいです。どっちもレベルを上げていくことでセットできる特性、スキルの数が増えていくので、とりあえずの目標としてはレベルを上げて、このあたりで自分を強化していくっていうところになるんじゃないでしょうか。 あとは探索やメインストーリーなどで設計図を集めたり、ガレージを設置して強化すると乗り物の改造とかもできるようになるので、メインクエやサブクエ探索をやりつつレベルを上げて素材を集めて、拠点の設備や装備のクラフト、あと乗り物の強化とかね。そんな感じの流れでやっていくのがいいのかなと思います。はい、ということで今回はバンスヒューマン序盤の進め方をご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますそして概要欄に X もありますのでそちらのフォローもぜひお願いしますそれではまたバイバイ